海と日本。海から遠いだけにあって憧れっていうのが一番強くてですね、まあ、それをつないでくれるのが天竜川っていうことになりますかね。あの天竜川を流れ下れば海に行けるということで、海への入り口っていう面にもなるかもしれませんね。 NPO 法人天竜川夢会議の事務局長倉田正清さん。天竜川の環境を守る活動やシンポジウムを主催する一方、毎年天竜川流域から希望者を募り、天竜川の注ぐ遠州灘で産卵するアカウミガメの放流ツアーを企画運営しています。天竜川を流れてですね、ゴミが来て、まあ、砂もそうですけれども、いろんなものを上流から流しているということが、いろんな亀はまあその一番影響の大きいものかもしれませんけども、いろんな影響を与えているということを、上流に住んでいるものは特に、まあ大人もそうですけど、子どもたちも知ってもらって、やっぱりいろんな環境を考えていきたいというのが一番の狙いというところもありますかね。ウミガメの放流で10年以上も毎年訪れている静岡県浜松市の中田島砂丘。倉田さんは年々砂浜が縮小、後退していることに大きな危機感を感じています。こんなに石が出てきたっていうことは、やっぱりそれだけ差がうんと大きいんだと思いますね。で、砂浜の位置もだんだん下がっていることは自分もやっぱり感じているところはありますし、それから砂の高さですね、もやっぱり少しずつ下がってきているような気がしますよね。昔は川で止まっていなかった砂が今川で止まっている、またそれを流そうとして、工夫をしているわけですけれど、やっぱりそんなもので、間に合うかどうかは分かりませんが、少しでもそういった工夫をね、ずっと続けていけば、また、遠州灘が元の姿に戻るかどうかは分かりませんが、少しでも、砂浜が減っていくことが防げるんじゃないかと。で、ウミガメがたくさん戻ってきてくれるような砂浜になればいいんだと思いますが。海と日本プロジェクト in 長野県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。活動内容は公式ホームページをご覧ください。